はい、こんにちは、ひろくんです。今回はビリヤード第3弾押し玉、引き玉を実践していこうかなと思います。で、今回行くのはインフィニティさん、有名なね、あのユヤマプロがいるお店です。まあ、ダラダラとした、まあ、解説みたいな感じになると思うんですけど、ちょっと行ってみましょう。それでは今からストップショット、まあ、あと押し玉、引き玉やっていこうかなと思います。実際分かりにくいと思うんで、ついてみます。それではちょっと行ってみましょう。まずストップショットが、まあ止まらなかったんですけどまあまあまあ、よしとしましょうで、次に押し玉。今回はまあ紹介ということで、主に白のも入れます。これが押し玉。で、最後に引き玉、これもスクラッチされます。これが、まあ、ビリヤードの基本になるストップ、押し玉、引き玉、この3つができれば大体大丈夫なんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、僕の動画を見てかっこよくビリヤードをやってみて、やってください。Ha ha ha.